もともとこちらがこの近辺にもう少し下だったところが、まあここだったと思うんですけどね、あるいは郵村病院があったと思います。で、まあ、あちらの家は解体しなきゃならない建物だと思うんですけども、ちょっとね、地図広げます。もともと有の中町に郵船病院はなかったんですが、多分看取り病院として来たんだと思うんですけども、まあその道から来れば有野台から近いんですよ、歩いて来れる距離なんで。で、そのまままだ使える設備だったのになぜ引っ越ししてきたのかっていうところでね、お金の動かし方、税金への食らいつきでそうなってたのかっていうところをちょっと調べたいなと。で、地図でこの辺にもね、有馬温泉の地図なんですけども、有馬郵船病院と、まあ、書かれてる場所が他にもあるんですよね。だからちょっとこの辺とかも見に行ってみようと思います。有馬温泉駅はこちらなんですけども、この道をこう来てですね、こう上がっていって、まあこの辺り、この辺りなんですけども、すごい竹の量ですね。あとあちらの方もすごい竹の林と倒木がたくさんありました。まあ駅から歩いて、まあ、15分ぐらいだとは思うんですけどね、本当にたくさんあるんでね、まあ、この辺も回収ポイントかと思います。特に冬場とかだったら、あれ上下逆になってるのかな、冬場とかだったら一般車両、神戸電鉄さんと話をつけて、一般車両がガラガラでしょうから、そこにね1両ぐらい開けさせてもらって、まあ乗せさせてもらったらいいんじゃないかなと思います。こちら芦屋有料道路です。で、この周りなんですけども、駐車場があちらとあちらと、まあこちらにあるんですけども、まあ、正直どうなんでしょうね、観光シーズンとか開けているのか、もしも使ってないんだったら畑に変えた方がいいでしょうね。周り石垣組んでしまえば、地面の底はアスファルトであれば水が抜けていかないんですよ。で、土を入れておけばいいと。まあ、まあ、牛舎からの、糞とか、ああいったものを、まあ、土として活用すればいいでしょうね。河川のかき出した土砂とかと。で、あの辺りも、竹の林があります。もともとこの地図にあった有馬郵船病院は、神戸市水道局有馬低区排水場、という形になってますね。浄水場か何かに変わってるみたいですね。まあ先ほど車が入っていきましたので、多分こちらの方の有馬郵船病院の方が、まあ、新しい方のものなんだと思います。今歩いているのはこの道であって、ここですね、この前の道であって、この横に河川があって、まあ小さな河川なんですけども、まあ倒木とかはかなりあります。まあこの辺りも蒲田発電用の倒木とかを回収するポイントでいいと思います。あとはそうですね、何か必要な、木材、丸太とか海外から輸入するぐらいだったらここでしょうね。ここに木はいっぱいあります。杉の木は根元から伸びて新しい木が生えてくるような気がするんですけどね、それはしっかり調べてないんですけども、だから立派な杉の木とかはある程度残しといて、あとの次々伐採して、まあああいう風な枯れてる、もうそこのところの方が亀裂入っていて、こういうの、まああれは完全に倒木ですね。こういうものがいっぱいあるんでね、 あちらもあれ倒木です。苔が生えてるの、横倒しになってるの、もうこういうのがいっぱいあるんでね、回収する分には、まあ、困らないですね。この辺から入っていったら楽に入っていけそうですね。向こうの方ね、下の方はちょっと段がかなりあるんで、この辺から入っていったら危なくなさそうですね。またいで、先ほどの、道があちらだったんですけども、まあ、こちらの方の手前の方の道から
有馬優先病院の方へ行ってみようとしてるんですけども、まあ何か あちらの方にね、木材で何かを作ってるみたいなんですよね。で、トラック見たらもうボロボロ、ああ、誰か人が住んでらっしゃるみたいですね。トラック自体がもうボロボロですね。まあ、廃車するお金がないのか、まあ、車屋さんが金属回収してあげたらいいと思いますよ。あちらが、有馬優先病院の玄関口みたいで、結構大きいですね。立派な設備です。まあ、けど、まあ、当分、あと50年以上は使えそうですから、まあ、もっと先の話なんですけども、次、建て替えるんだったら、もうこんな山の奥まで、こんな山の奥に作らない方がいいです。みんな車で来たり、まあ、送迎バスで来てる方もいらっしゃるんでしょうけども、近場の、駅からの近場のところに作った方がいいでしょうね。ガソリン、すごく消費します。遠方から来てるでしょうから。これちょっと遠いですね。以上です。あと、有馬温泉の駅から、まあ、ある程度の距離のところの範囲までで、老朽化している建物を撮影します。まあ、この辺の道両サイドも、倒木とか枯れてる木とかいっぱいありますんでね、木としては立ってはいますけども、枯れてるっていう木が。ある程度間伐してあげなかったらね、他の木が成長しないんでね、まあ、鎌田初音行きの木はいっぱいあります。以上です。皆さん、こんにちは。2023年、9月20日、19時16分なんですけども、今、本日撮影した内容を、今、まあ、パソコンで編集してるところなんですけども、まあ、有馬優先病院に関しては、その撮影しに行った場所にはありましたけども、その元々ね、地図に2箇所あって、1つが、まあ、水道局の管轄のような形で、建物自体が変わっていました。で、もう一つの、まあ、謎の部分は、有馬台から有馬温泉へ歩いて行った時のトンネルを出たところに、昔あったんですよ。ここ10年ぐらい前まではありましたね。で、その有馬優先病院、まだ十二分に使える設備だったのに、なぜ解体したのか。そしてなぜこの近くの、有の仲間地に、優先病院を作ったのか。で、そもそも済生会病院と、神戸市北区藤原台の済生会病院と三田市の病院を統合しようとか、そういうふうな話になってたんですよ。で、距離が結構遠くて、で、ワンフロアずつどちらも看取り病院にしたらいいんですよ。もともとね。で、有馬優先病院が本当にここに必要だったのかどうかっていう話になるんですよ。で、建物をもともと大事に使っていればよかったの話になるんですよ。それと、あと、有の中町に桃源郷の、その、まあ、系列のところでもう一つ、老人ホームが、まあ、3階建てほどのものが、このすぐ近くにあるんですけども、パチンコ屋さんのビーカムの、近くに、出来上がってるんですけども、それも高近年なんですよ。だからそれはそれで、だから収容する場所が多すぎるんですよ。本当に。だからテレビの情報とか何かを見て勘違いして、そういうふうにたくさん作り始めたのかどうかっていうところですね。だから、その、まず、済生会病院をワンフロア、その老人ホームにするっていう、老人ホームか看取り病院にするっていう、その方向性を最初からしっかりと持っておけばよかったんですよ。日本全国の病院が。だって、人の数が減ってるんですもん。人口が。で、病院の建物自体は使えるじゃないですか。しかも、かなり長い間。っていうことを新しく作る必要なかったんですよ。老人ホームとか、看取り病院。だって今までのニュースで、例えば、まあ、過疎地のところの病院が、
消滅するだなんだのっていう話になってましたけども、最初から老人ホーム&看取り病院ということにしておけばよかったんですよ。ワンフロア。結局同じことですから、テレビが見れるか見れないかとかにこだわり始めた人たちが存在するんでしょ？別にテレビぐらい置いてあげたらいいじゃないですか。建物を余分に作るぐらいね、無駄なことしてるんですから。自分が、もう歩けなくなってね、老人ホームだとか、看取り病院にいるときに、テレビすらも見れないような状態のまま、あの世行きたいかどうかっていうことなんですよ。全員違うでしょ。答えノーでしょ。で、これだけ極端に少子化が進んだ後、2003年に個人情報保護関係が出来上がって、そしたらもうどうも経済的に成り立たないんですよ。っていうことは、介護保険料をしっかり払えてない、厚生年金も、トータルの加入年数があんまりないで、結局、精神病院で収容するのかどうかみたいな話になるでしょう。そこら辺の話が全部、病院関係だと同じじゃないかっていうことで、話一致させたらよかったんですよ。だから国がお金のことを気にしすぎて、国がお金儲けのことを考えるから何もかも失敗するんですよ、本当に。特に公務員系列のままで、政府上層部まで行った人は世の中のことを、もう全然違う方向から物事を見てしまって間違えるんですよ。だから安倍政権の時に、公務員になる人の絶対条件として、いろんな民間企業で働いていた人を公務員試験の面接で受けると。で、課長以上のコースだったら、それは筆記試験を受けてくださいよっていう話なんですけども、その筆記試験の内容を見ました、問題集。全然意味のない問題集を作ってました。アメリカの議会の数気にしてるんです。そんなものは増減するから意味ないんです。日本もまあ、例えば国会議員になったけども、すぐに降ろされただとか、まあ、いろいろあって、もうそういうことありますから、議会の数なんか気にしてちゃダメなんです。ある程度、もともとの議会の数がある程度分かってたらいいんです。問題の内容は、幼稚なのと、稚拙すぎるのと、正直分かってないと問題作ってるでしょう、世の中のこと。そこは大きな問題なんですよ。いろんな建設関係も。世の中のことほど、はっきり分かってない人は、大学出たぐらいで、社会の上層部に行ってしまってるのは、これは話が全部逆だったんですよ。みんなの税金使って大学行ってるんだから、もうそれは分かったんだから、高卒でいいやと、もうそのまま社会に出て働いて仕事場で仕事を覚える、こういう人たちばっかりでよかったんですよ。本当に。だって、裁判所まで原告に法律面求めてくるんですよ。自分たちが、みんなの税金で、ね、大学、司法修習生になるまで大学通わせてもらって、建物から建設費とか。ね。で、それからみんなの税金で司法修習生になって、裁判所の窓口で勤務したりとか、他の裁判所とかで、大きな裁判所で勤務したりとかして、書記官とかになって、で、その勤務実績で、まあ、勤務履歴、年数とかで、まあ、裁判官になったりとか、弁護士になったりとか、いろいろあるじゃないですか。まあ、弁護士からも何年か経過してから裁判官になったケースもありますし、最高裁判所の裁判官だった人が、その後弁護士さんになってるケースもあります。だから裁判員制度が必要なんですよ。だから原告にそこまで法律面求めてくるんだったら、司法修習生なんかいらないじゃないっていうことになるんですよ。自分で調べないんだったら、責任持たないんだったら、何のために税金使ってきたのっていう話なんですよ。だからそれだったら生活保護者の方がみんなの税金使ってないじゃないっていう話になるんですよ、本当に。大企業も。銀行も。結局、後の世代への付け回しで消費税上げていって、で、自分たちで金儲けしてたんですが、仕事行って。言い張って。まあ、わかりやすい例が、東京オリンピックの9600億円以上の税金の使い込みですね。さあ、得したのは誰ですかっていうことですよ。お金稼ぎしたのは誰ですかっていうことなんですよ。ダーティーですよね。だ、そういうこともみんなでしっかりと取り組まなかったら、もうエネルギーの残存量問題で、もう世の中もういっぱいいっぱいですよ。
もうこれも継続して掘っていくことを計算含めて残りの採掘可能年数が石油が54年分ほどなんですよ。で、ガスがもう49年分なんですよ。自然再生可能エネルギーの普及をもっと加速させて、もっと上手にできたら、その年数をだんだん先延ばしにできるぐらいで、正直100年目指せるかどうか分かんないんですよ。これはこの世の中の現実です。有馬優先病院に関して、本当は政府の調査が必要ですね。で、全体的にも、その調査っていうものがよく分かってないまま、本当に物を建設したりだとか、議会にどういうふうな話をしに行ったのか知りませんけども、議員の人も自分の足で歩かないと、車乗ってないで。僕の撮影した動画見たらわかるでしょ。僕全部自分で歩いて行ってますから、ほとんどは。途中まで電車とか使ったりしてますよ。けど、有馬温泉ぐらいとかだったら自分で歩いて行ってますから。高近日の撮影とかはね。まあ、帰ってきたら昼過ぎですね、朝出発して。立ち仕事とかしてた人とかだったら、それぐらいね、一日十何時間とか立ち仕事してた人とかだったら、できることってわかるじゃないですか。だから学生さんとかだったら、そんなに長い距離とか、そういう風になるかもしれませんけど。だからもう世の中は 99.9% の職業が開業者じゃダメなんです。99.99%。もう無理だから、もうあるから、設備が。もうこれ以上エネルギーの残存量問題で分かってない行動を、本当に世界各国は真面目にしなきゃならない、本当に。ロシアはずっと毎年軍事費を縮小してたんです。中国はどうだったかちょっともう一回見てみないと分からないです。ここ最近の2023年度版の世界国勢税を買いましたから。数年前とかも比べて分かりますから。何冊かも、コピーしたものも含めると、まあ3部持ってますから。で、アメリカは軍事費を拡大してたんですよ。で、これは国連憲章違反なんです。軍備の縮小っていうもの、ちゃんとありますから。そして西側諸国はそれを購入してしまった以上、もう F-35 のことだと思いますよ。それで西側諸国は軒並み軍事費拡大してるから、西側諸国が本当は全滅。G7 の話がおかしかったんですよ。G8 にしとかなかったら。まともなことを言ってたのは、ロシアと中国だったっていうことなんですよ。で、もともとこのコンピューター社会がめちゃくちゃで、本当のことをしっかりと話せないような状態を作ってしまった政府は悪いんですよ。今までのね。で、今、岸田総理とかを責めてるんじゃないです。各大臣とかはね、今の。まあ、また髪の毛染めてるような大臣出てきたら、もう僕は多分文句言うとは思いますけど、無理だと。あなた大臣無理だからって。だから、この一言で、この間の、文部科学大臣、もう実際髪の毛染めて、原山聖子さんに入っていったでしょって。見たからっていうことで、下ろしました。まあ、どちらにしても同じですよ。髪の毛染めてたら大臣なんか無理ですから。海洋基本法違反。河川、海を汚してはならないってしっかりと記載されてます。もともとあんな髪の毛染めるものなんか、いろんな薬局屋とかに置いてなかったですからね。僕は子供の頃。全員違法行為してまで金稼ぎしようと、エネルギーの残存量問題とか資源の残存量問題を何にも考えないで、自分の仕事さえあったらええって思って、めちゃくちゃな行動ばっかりしていた。もうこれが現実。で、それについて、しっかりと対応してくれている人は対応してくれています。それは私の、まあ、今日の、自分で撮影しに行った時の良かったことですね。その、まあ、ほったらかしになっている、廃屋ですね。解体しなければならない、廃墟となっている建物。そこの中を、まず、建物の中を掃除するところ、全部物品とか、残ってますから、その歩けなくなった老人がね、最終的に老人ホームだとか、看取り病院だとか、精神病院とかに収容されるでしょ。もう家に帰ってこれることないんですよ。で、家の中そのままになるでしょ。誰かが片付けに行って、その建物解体しなきゃならないんです。有野台、ちょっと今日帰りに歩いて見てみましたけど、すごい数に増えてました。そういう建物が。
20件以上あってもおかしくないですね、アリの愛だけでね。アリの仲間ちは数件だけです。それは撮影して、YouTube でアップロードしました。で、僕のホームページの解体しなければならない建物、建物老朽化問題っていうところでね、老朽化問題っていうのは解体しなきゃならないのにほったらかしになってるっていうことなんですよ。で、それを早急に、仕事として、建築業界の人で本当に仕事がいるんだったらね、それを してればよかったんですよ。で、そこの、岡場駅、神戸市北区の岡場駅の神戸電鉄の近くに物流センターが、阪神流通センターっていう西宮北インターチェンジから岡場駅ぐらいまでの間のところの、その西宮市の、敷地内で物流センターがあるのに、その手前の方で物流センター作り始めたんですよ。森とか斜面を切り開いて。だからそこの建設業界が何も分かってないのに宅建に乗り込んできたっていうことなんですよ。後から知りませんでしたで、そんなもん通用するような世界作っちゃダメですよ。みんなエネルギーの残存量問題なんか、建設工業者の人たちみんな分かってないんですもん。そういう動きめちゃくちゃになりますよ。もっとは社会人として失格。正社員として認められない。現場監督としても。本当に。日本中の公務員とか、東証一部、二部、上場の人とか、建設業界の人とか、全員それを覚えてもらうかって無理だから、本当によくわからないまま動いて、もうないの、あんまり石油とかガスが。30年以内に多分輸入止まるから、間違いなく。そうなったら物流とか全部止まって、日本人1億人以上絶対死ぬから。昔からある程度も出ていた答えなの。ずっとほったらかしにして、その辺のところを、時代はずっと進みっぱなしだったんですよ。これが現実です。だから全員が覚えなきゃなんない。で、大家とか、もう20歳以上の人間を覚えたら、10代の自分の知り合いとかに教えてあげないと。自分が先生になって。そういうことなんです。以上です。皆さんチャンネル登録と、着信通知が来るように設定してください。それしなかったら僕は YouTube で毎日どのような内容をアップロードしていて、どのようなことを言ってるか、これはわからないでしょう。何回も聞いてたら覚えれます。で、メモしたらもっと覚えれます。以上です。